制作にモノモース。私はバーチャル YouTuber のモノモース。今日は日本のみんなが気になっているであろう健康保険証とマイナンバーの結びつきについて熱く語るぞ。岸田総理がドーンと発表したよ。来年の秋には健康の健康保険証終了って。でも、実はね、マイナンバー情報と健康保険証の紐付けで8351件ものミスがあったのよ。それも1142件は健康保険証関係ってちょっと待って。安心して全ミスは修正されたってさ。でもね、登場する意見は様々。一部には福し切り捨てだと批判する人たちもいる。 だよね、そしししててまたた別のの声としては転職のためにに新しい保険証待ちでで困るからマイナンバーカーカド統一で楽になるっていう意見もむむ,むなるほど、これは一筋縄ではいかない話だ。そうは言っても、国としては紙の保険証を一枚のマイナンバーカードに集約することで、コスト削減や管理のシンプル化を狙っているのは間違いないんだ。でもね、ここで大事なのは、不都合を感じる人たちに対する配慮も必要ってこと、特例措置もあった方がいいよね。そして、一票の力も侮れない。次の選挙では、この問題をどう考え、どう対処するかを公約に 政党に目を向けるのもありだと思うわさせて、いいかないとねさて私のきつ音はこうだ。進化するシステムの中で大事なのは国民一人一人の状況を理解し優しい対応策を用意すること。公的サービスってみんなを穏やかに暮らせるためのものだもん。良い変化と不安な変化どっちも考えて優しい社会を作っていこうよ。それじゃあ、みんなもこの問題についてコメント欄で意見交換してみてね。さあ、政府、国民の声に耳を傾けて、物申すはみんなの声を届けるためにこれからも物申 よ以上モノモウスでした。